難しいよね。僕はマイクはね使われてないからどうか同じ空気を持ってるなって僕は思っていて、跳ねるの扉で待機してる時に葵ちゃんがボソッと、バラエティって難しいよね、俺たちやっぱお芝居の方がいいねって言って俺も普通に思ってたから、でその辺がやっぱ似てるなって俺は思いましたね。ともくんはね社交的だよね。そう、こうゲストで来たりする人に同じこうチームだよみたいな感じでスッとこうみんなの輪の中に入れるのがうめえなと思ってさ。俺はショックだったのは、この方に初めて会った時近寄んなオーラ満載で超怖かったって俺言われて、でも最初は俺ちょっとわざと出す時あるもん、近寄んなオーラ、うん、なんで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 、おあいつみたいな。まあ確かにそんな感じだった結婚願望は全くないです。俺めっちゃありますねなんでないの。あ、でもいつかはしたいなって感じ。親に孫を見せなきゃっていう思いだけ結婚しなきゃと思う。犬を飼いたいとは思ってますけど寂しいんじゃん、なんだかんだ。まあ単純に俺高校の時は一人暮らししてるからなんかきついなと思う。なんか一人とかはやっぱり帰って食う飯はコンビニみたいな、うん、俺もうそんなんやだみたいなもう俺無理だみたいなあとは楽しそうじゃん、家に帰って子供がわーみたいな迎えに行くんだよ。理想と現実は違うかもしれない。いや楽しいと思う。俺の親父も言ってるもん、迎えに来てくれるのはお前だけだって犬に向かってでしょ結局犬なんだ